台南市美術館は台湾台南市中西区にある美術館とそれを運営する行政法人の名称。2019年1月に全館が正式開業し、近現代館と東大館との二棟で構成されている。一館は日本統治時代に建立され、2010年まで台南市政府警察局長者として使われていた一さだ古跡の旧台南警察署を修復。 リニューアルしている。二館は戦前の台南神社跡地に建てられた。台湾で初の事例となる行政法人による運営で科学研究や台湾唯一の絵画修復を手掛ける美術館であり、多機能劇場、児童芸術、芸術家専用展示場やアートサイエンスの研究拠点となっている。拠点材が台南市長任期中に市はアフト市美術館建設を含んだ アビラ港国家歴史風防園区の構想を推進し、中央政府からの補助金獲得を期待したが、交渉は不調に終わり、計画は頓挫した。2010年に台南県市合併と直轄市昇格後、市政府は行政法人による運営方式での美術館準備委員会を設立した。このため名称に、私立は含まれない。2011年6月17日、時の市長、 来季よのりは一さだ戸籍の旧台南警察署及び、高11号駐車場を美術館にすることを宣布同年12月17日、美術品コレクターでもある、国立成功大学教授の超恵美香が、自身の所蔵しているメキシコの美術家、バイロン・ガルベスによる油絵作品を寄贈し、南館初の収蔵作品となった。2013年1月5日に、 旧警察署を管理している、私文化局が美術館下の校長会を招集。2015年12月18日に2館で、帰校式典が開催された。2018年10月17日に1館がプレオープン。2019年1月14日には2館の春光式典が開催され、1月27日15時の開館式典後、18時に2館も開館を迎えた。 会館の式典には、相当の採英文だけではなく、元市長で当美術館構想を推進した前、行政委員長の来期を乗り、文化部部長、丁麗君新市長の高位哲らが参列し、祝辞を述べた。一館外館 u 愛 y と南門路の、交差点北東角に位置する、旧台南警察署庁舎を芸術空間に、リノベーションした一館の展示エリアは、16の展示室を備え、 総面積は1024平方メートル。2018年8月に観光し、10月17日にプレ開業を迎えた。2019年11月にエグザイルのアキラと林司令がここ一館で挙式を行ったことから、2020年2月より一館中庭が心差令幸福火園と命名されることになった。台南神社、台南警察署が記載された。 戦前の地図かつて、台南神社があり、直前まで高11駐車場及び公園用地だった、市の保有地に総事業費、約17.8億入イワンドルを投じて建設された。展示エリアは17の展示室を備え、総面積は約2960平方メートル、一部は自然光が差し込むように設計されている。元の駐車場跡地は、 美術館の地下駐車場となる。2019年1月14日に竣工し、1月27日に一館とともに正式開業を迎えた。鳳凰木をモチーフとした大屋根が特徴。国際コンペ2014年9月6日、国内外の建設業者、建築家による5チームによって行われたプロポーザル方式による二館設計の選考では、 同年のプリツカー賞受賞者である日本の建築家、坂茂を要する台湾ゼネコンのツラネコ映像が首位を獲得した。設計を手掛けた坂は、この功績により落成間近の2018年に台南市から名誉市民として表彰されている。美術館に関知歴戦後の台南中列祠、新朝時代、この地は台南の豪族くれ南寺幸が建てた邸宅。 義州三冠だった。1895年交互戦争後に呉は邸宅を寄贈、日本の北白川の宮義久新王が台湾での軍事活動中に館に駐屯していた。同年10月、義久新王は義州三冠側面の久死亡で病死。1902年に官営博物館としては台湾初となる台南県博物館が設置されていた。 その後展示品は、両好会館に移され、跡地の義州三冠東側には、北白川宮義久神皇を祀る台南神社が建てられ、1923年に観光した。1946年中華民国政府は、台湾の他県主同様に、台南神社を中列祠らに改め入り口横領場に、広式、千秋の四文字が刻まれた。1969年に、 中列ホコラは健康路一段に移転し、国民革命中列ホコラと解消。元の場所にあった建物は、当時の市長だった林釈山により撤去され、屋内式の台南市立体育館が建てられた。1991年7月、設名市長任期中に体育館は撤去され、跡地は第11号公園及び高11地下駐車場となった。 数百メートル離れた両間を結んでいる UI 外には将来的に回廊を整備して回遊性を高める美術路道構想がある。将来的に一間の展示スペースが手狭となった場合は南隣の指定戸籍旧上南台組合事務所とペデストリアンデッキで連結事務所に空間を拡張することも神々農電推理会との間で合意に達している。 政府の部局からは独立しているが2019から2028年の10年間は財源の90%が市の予算で賄われる。第1回第1回、ありがとうございます。